ははいどうも皆さんこんばんこば、えー、あと1回で平成の今週の視察が終わるんですね。だから再来週は連休か。だからその次からあの令和、令和版今週の視察になると思いますけども、えー。で、あのちょっと前回申し上げたようにちょっとあのインターネットでのオンラインの配信があのオンラインというか、そのオンタイムの、ね、配信がちょっとできなくなってしまったので。 あの録画はと記録が取ってあるんで,でそれをああ登録していただければここにいる皆さんもあのライブラリってところからね探っていただければ見れるようになってますんでまあむしろそっちの方が便利かなと別にオンタイムでやんなきゃいけないっていう理由もないもんですから。 生放送がやばいとかっていうのとはちょっと違いますからねだからかえってちゃんとアーカイブがあった方がいいと思いますんで、えー、少し遅れての配信になりますけどもいざ、えー、よろしくお願いします。で、えーとまあ、前回ぐらいから、まあ、今日もいらっしゃらないですけども新入生のためにっていうちょっと配慮をしてあのアートとか、うん、デザインとかねあるいはテクノロジーとかメディアとかといったものをキーワードにするような本の紹介ってことをしてまして今日の、ね、本はすげえ古いんですけどハーバート・リードという人の子。 芸術の意味という本です、ね、これ英語も同じです「センス・オブ・アート」っていうんですけども嘘ですね「ミーニング・オブ・アート」ですね、えー、という本でまあ、あのーまあ、ハーバード・リードっていうのはこれ、まあ、非常に有名な美術評論家なんですけれども、あのー、90冊ぐらい本書いてる人なんですね。 でまあ、亡くなってるのは1968年ですからもうだいぶ前で1893年だから20世紀19世紀に生まれて20世紀に亡くなった人なんですけども、えーまあ、1953年戦後にはあのチャーチルの偉大な推薦を受けてですねサーの称号まで取ってるって人なんですねだからサー・ハーバーとエドワード・リードかなという、まあ、サーの称号ですねだからエドワード・リード卿とかね、まあ、言われますよね、えー。という人なんですけども、まあ、あの彼は最初は まあ詩人としてデビューしたので詩集とかもえ最初の何冊かは出版物として出されてる本が多いんですけどもえそれ以外にまあ今日紹介するようないわゆる美術批評のレベルでの話がありますね。 で、あの図書館にある本は、ですね、これ、同じ本なんですけども、これは1966年に、あのこうやって出しても何にもわからないというですね、本になってて、まあ元々多分カバーついてたんでしょうけども、それもうなくなってしまったやつで、これが比較的新しい、いわゆる新装版ってやつなんですけども、あの別に中身は全く変わらないですね、で、これ、現象が元々出たのは1931年ですから、戦前なんですよ。 非常に古いんですねでこうリードって人はやっぱり自分の書いたものをどんどんあの新しく改訂して直していくっていう癖がある人なんで、えー、5年後の1936年にはすでに改訂増法版っていうのを出しますまだ戦前ですよね。で戦争終わった後の1949年とか51年あたりに、えー、今度は「ペリカンブックス」って言って小さい文庫本のまあペーパーパックがあるんですがそこにこの,あの本を出してまあベストセラーになるんですね。 でまあ、最終的には1968年の、えー、バージョンというものが最後のバージョンですがこの役は1966年に出てるものです。えー、だからもう、えー、60年前 ということになりますね。50年前ですね。50年ちょっと前ということで、まあ、だいぶあの古いあの時代に出されてるあの本ということになるんですけどただこれはやっぱり今でもよく読まれているっていうところが大事なんで今回紹介したいんですけども、まあ、今申し上げたリードっていう人はあの詩人として美術評論家としてあるいは小説も書いてるんですね。 でそれからもう一つ有名なのは美術教育の専門家で例えばこの図書館にあったんですけど「芸術による教育」なんてこういう本ですね「えー、芸術による教育」なんてタイトルの本も書いててその美術教育をどういうふうに新しくしていくかみたいなことですねだからそういう教育の側面にも、あのーまあ、能力を持ってた方なんですねで、あのー、やっぱり今アートっていうのは何がアートかと芸術かっていうのはそれに関する本というのはすごいたくさん出てると思いますし、えー、例えばつい最近もあのパリのノートルダムのね 大が火事になって、えー、あれ結局修復工事のためのエレベーターの電気がショートを起こしたらしいんで修復さえしなければ何も起こらなかったっていう話になるんですけれども、えー、まあでもそれしないと自然にあの戦闘は崩れてしまうかもしれませんからね自分の重さで何とも言えませんが、まあ、あれを世界中がこう非常にこう悲しんでるっていうニュースが出てそのこと自体は僕は否定もしないしやゆもしませんがもうこのフランスはこの2年ひどかったわけでしょ去年なんかあのイエローのね イエローベストの人たちの、まあ、要するに石油の値上げってことに反対して、まあ、ものすごい死傷者が出るようなストライキやデモが起こってで、まあ、結果的にあれと今回のノートルダムとぶつかんないでよかったですよねもしぶつかったら誰かのせいだとかいうことになってえらいことになるわけですからだからもちろんそうじゃなかった、まあ、あの人災といえば人災なんですけどもいうことなんですけども、まあ、そのフランスの歴史はともかくてそのノートルダムがなんか行ったことのない人までね な惜しいとか800年前のやつのなんでなくなったんだとか結構結構みんな言うわけですよあの美しいバラ窓かとか言って見てきたことあんのかって突っ込みたくなるんですけども、えー、まあもちろんそういう美しいものがなくなったことに対するなんか残念な気持ちとかね、えー、自分本当は行きたかったけど行けなかったら見ることはできないまあ、あのバラマドはちょっと一部のステンドグラスは残ってるけども550度以上の耐火ですから多分ガラスなんて溶けてしまいますよねみんなねだから復元をもっと不可能だと思うんですけどもでそれで行くことできなかったから悔しいって人も確かいるかもしれない。ただ あの時一番問題なんだのはこんなに美しい例えばステンドグラスかとかねこんなに素晴らしい大聖堂八百年前のまあ日本だったらよりともこうの時代ですからねえいうものがあの壊されてまあ残念だっていう気持ちでじゃああれが美しくないものとかねあまりこう観光客が集まらない有名なものじゃなくても古いもんっていくらでももちろんパリにあるわけですよねでそういうものが例えば大破するとかねあれはあの火事で燃えてしまうとか言ったら世界中がどんだけ悲しむかというと どううななんんででしょねねってなんですと、ね、いうのは例えば今を去ること18年前ですね2001年にはですねあの当時のタリバンがですねアフガニスタンのところにあるああのー、あれですよねバーミヤンの峡谷ってなってそこに巨大な石仏がいっぱいあったんですがその仏像片っ端からダイナマイトでね破壊してしまったっていうニュースがあってでまあ、これ世界中でもやっぱり抗議があってね、えー、まあ、非常にひどいことだって。も多分あれは、まあね ノートルダムに比べてもっと行ったことある人は少ないと思うんですけどもでそういうところがやっぱりあの大変なことになったってこれはだからもちろんタリバンがやったのは宗教的な理由で、まあ、要するにそういう偶像崇拝しないってことでね仏像を壊したって意味ですよねだからそれはまあ変な言い方だけど理にかなってるんですよタリバンから見たらもちろんやった行為は別なんだけどでもそれをなんせっかくこんな歴史がある素晴らしい石仏なのに 破壊していかがなものかっていう批判がやっぱ多かったっていうのがあって、でこのことに関してはまあアフガニスタンの隣のイランの映画監督でモフセンマフマルバフって人がいるんですが、このマフマルバフっていう人がまあそのすぐ本を書いたそう本のタイトルがあのバーミヤの石物は破壊されたのはなくて地獄のあまりに崩れ落ちたのだって本なんですね。つまりなぜかというとたった一体の石物が壊されただけで世界中が大騒ぎなるのにアフガニスタンでは百万人の死者が出てるわけですよね。で毎日毎日何万人も難民が出てるけどそれが一切報道されない。 自分が一生懸命映画撮ろうとするけど国の圧力でなかなか上映ができないとかいうことがあるのにたった一体の石仏が壊されただけで歴史が壊されたとか美しいものがなくなったということで大騒ぎすること自体が問題だっていうことを皮肉で言ったんですよね。 地直のあまりってうのはだからそういう自分石仏をなんていうのか一人称化してね自分がそう壊されたことっていうのはあのむしろ自分が壊れたぐらいで報道なんかしなくてもいいからねもっと大事な実情ってのはあるでしょっていうことを言いたいんじゃないかっていう、まあ、深読みをした本のタイトルだったんですねだこれはもちろん外国人なる僕らに言えないことでやっぱり直接イランアフガニスタンに関わってる人じゃないと、まあ、言えない大胆な一冊だと思うんですけどもでこういうことを考えるといまだにじゃ美とは何かとかいうことをすごい考えちゃうんですね。 でこリードって人は結構斬新なあの本なんです今読んでもなかなか面白い本なんですがこれはもともと BBC って放送局でございますねあそこの放送局で毎週週刊誌でリスナーっていうの今でもあるのかな、えー、出しててその週刊誌に書いた連載なんですで全部で90本の原稿が書いてあって、まあ、長さ長短バラバラなんですけども えー、一番最初の芸術の定義というところから始まって、まあ、その芸術の構成要素例えば美観ですね美しく感じるとはどういうことかとかあるいはその芸術そのものを作ってるような色彩であるとか形であるとかあるいはあの油絵の具なんかではマッスっていうんですけど要するに絵の具の盛り上がりですよねでそういうものについて細かく書いてるとこがあれば、えー、今度は具体的にこの歴史的なところで例えば原始芸術とか中国の芸術とか日本ももちろんありますしでそれからアーティストで、まあ、あのかなりリアルタイムな、まあ、本古い本ですからね 作家だと思うんですけど、まあ、シャガールであるとかあのセザンヌであるとかそういういろんな作家も具体的に書いてあって、まあ、最後の方は芸術と社会とか造形形を作るですね造形の意思、まあ、これがこの本のキーワードなんです造形の意思というのがねなんですが、まあ、そういうことについて書いてて基本的に結論としてはですね芸術と美というのは全く関係ないというのがリードの立場なんですね美しいものを描くのは芸術だという考え方は偏った言い方で両方に申し訳ないとつまり美と芸術に両方に申し訳ないんだと。 そううじゃななくて、芸術っていいいのははは基本的には表現。これは間違いないですねで。造形という表現でそれをする作家たちの自分の精神が加工されて加工というのは自分の体を通して、ね、それで形になったものであってだからそこに美観を問う必要はないんだと美とか主とかっていうのは別の価値観の問題だし極めて主観的な問題ですよね。 であるのでだからあの例えば色彩とか形とかっていうのはバランス調和よく取れていい配置になっているものがいい芸術だっていうことはできるけどそれを美しいっていうことはちょっと言いにくいんじゃないかってことですね。 えー、ステージでで分けけてるんですけども最初はあの物理的な性質ってやつで例えば色とかね、まあるいは絵じゃないけど音とかね匂いとか、まあ、そういう視覚的に感覚的に受け入れることができる情報のことが一番目ですよね。から二番目っていうのはそういうものを、まあ、快適な快なもの、まあ、この快不快っていうのは現象分でもちょっと分かりにくいところあるんですけどもまあいいもの本人にとってね役に立つか分かんないな。 まあでででででもももも快快適なななんすすねね不はいいいのののよそういううを感感覚的に感じるというのが2番目なんですだから美というのはそこまでであって芸術っていうのはその先にその作家自身のやっぱ感覚とか感情とか情念とかっていうのと観客の感覚や情念というものがどんだけこうなんてシンクロして一致するかってとこなんですよね。だからそこが重要だってこと言ってるんで結構まあもちろんロマン主義的な言い方と言ってもいいと思うんですね。 ななんていうかな肯定するというかね作家の情緒の問題ってのは実はそんなの分かんないわけじゃないですか本来はさ個人の気持ちの問題ですからただ30年代にやっぱりイギリス,ギリス人なんですけど彼はあの非常に流行ってたのはやっぱフロイトの精神分析とかね、まあ、ユングの心理分析とかいった要するに心理学的な分析によって世界をこうなんとか解明しようという試みがすごく流行ってた時で。 でこれリードって人もやっぱりフロイトの精神分析についてはおそらく精神分析のあ知識を使って最初に美術批評を書いた人だと思うんですね作家の内面とかなんかをこう分析していくってことですねでこの本の中には例えばあの日本の,あの葛飾北斎の「富嶽三十六景」ってやつの一番有名な「金奈川沖」っていうねこう波がうにゃはってあって船がふわーって入ってるやつがありますね「うにゃーふう」ってやつですねであの映画一点あの口右衛門実は乗ってて、まあ、モノクロなんです小さいもんなんですけどもこうやって口右衛門乗ってはいるんですね で後ろにはあのーまあ、こあので登場した作家の簡単なプロフィールも載ってたりして非常に便利な本ではあるんですけどもでその例えば「北斎の神奈川沖」っていうやつでもやっぱりこれはあのー、初めて見た外国人はみんな驚くだろうってリードは言うんで確かにそうだと思うんですね。 波の先っちょの白波のこう部分までなんか,あのなんか触覚のようにね描いてる絵なわけで,でああいうものっていうのは多分西洋ではそういう考え方って波は波でしかありませんからね水だからだからあまり描かなかったっていうわけでやっぱり非常に驚くだろうってことがあってでそれでなおかつよくその絵を見てみると真ん中のところでその波の中に船が一層あるんですねで何人かの人が乗っててでそれがもう多分もう波に飲まれちゃうか沈没する寸前みたいなかなりスリリングな絵なわけですね。 でそうするとその絵を見てる人はやっぱあのまず波に視線を持っていってその次にはその船に乗ってるであろう乗,り乗り組員というか観光客ですねあれお客さんの気持ちにこうなっていくだろうと。つまりこういうのは まあ日本の言葉では感情移入って言葉を使いますけどもだからそういうふうに感情が移入されて何か怖さとか危なさみたいのを感じていくっていうのが、まあ、絵画の、まあ、正しいとは書いてないんですけど適当な適切な見方だって言い方をするんですねだからそういう意味ではあの結構難しくなるのは例えばシュルレアリスムとかね キュビズムとかちょうど1930年代ですからそういうのがジョコジョコ出てくる頃ですよねこれでそういうものに対してもただ同じように多分感情にすることはできるのだっていうふうにリードは言ってるんですただシリューリズムは当時としては非常にまだ新しいアートだったからまだリード自身もちょっとよく分かってないところがあってただしさっき申し上げたようにリードはあの精神分析とかフロイトのやり方みたいなものを参照して美術費を書えてたんでシリューリズムって言ったらむしろ精神分析学的な行いつまり心が感じたものとかあるいは 意図的に自分の意識に登らなかったものっていうのを作品にしていくっていうかなりトリッキーなね、えー、作品の作り方をするわけですよねその文脈で考えるとあのリードがあが考えてた、まあ、その美というものあるいは芸術というものとシュルーライセムっていうのは結構ピタリと合うんですねこれね。 だからそういうこともあってあの、まあ、あの当時からこの本体よく読まれて何度も改訂版が出たりなんかしたってことがあの多分重要なんですね。だからまあ有名な言葉に「芸術は必ずしも美ではない」っていう言い方があってこれはリードに言って言われてるんですけども、えー、多分そういうとこなんですよね。 あるいはあの芸術とは芸術家が造形的な形態に作り上げることができるような理想の表現なのであると言ってるんですねそれまでは芸術表現というのはある理想というものが人の中にイデアというのがあってそれを作品にすんのが芸術だと思われたんですね。とかそうじゃないって芸術を表現する人には表現の能力も表現するための素材とか道具も決まってるわけだからそこから理想を作るしかないんですね理想を芸術化するんじゃなくて芸術によって理想を作っていくってことですね。 とということで、まあ、ちょっとあのベクトルは逆になるんだけどもそうやって出来上がって残るものが、まあ、あの素晴らしい芸術なんだっていう言い方をしてるんですだから非常に俗っぽいっていうのかな,、まあ、なんか交互的な言い方でアートの素晴らしさみたいなのを書いてあるところもあれば今みたいなかなり自然的な感じでそのアートそのものの最も重要な本質であその美の問題っていうものをね かなりこう厳密に扱ってるところもあったりしてあの今読んでも、まあ、そういう意味では非常に面白いと思いますしね、えーまあ、あの哲学的な流れとては美学的な傾向で言うとちょっと図書館にはなかったんですけどもあのイタリアの哲学者にクローチェという人がいてです、ね、日本でほとんど読まれてない人なんですがこのクローチェっていうこクローチェについて書かれた美学の本なんですけども、えー、という人もあの表現というのは基本的に直感だっていう言い方してるんですね。 つまり論理とかなんか技術とか積み重ねられてきた伝統とかっていうのじゃなくて作家本人の直感によって表現されるものが芸術だっていう言い方をしててでこれは多分当時の人にとっては新しかったのかもしれませんねなんかすごい技法を学んでとかねなんかやることによって作っていくということに関して直感だからっていうとこれはできる場合とできない場合と出てきちゃいますよねつまりそういうあまりこう感覚的にインスパイアされるものがなければ作品は作れないだろうしでも全然作品を作るっていうこうなんかテクニカルなものを持ってなくても直感があれば表現できるかもしれないわけですよね。 だからこの直感という言葉は結構怪しい言葉であるけども、まあ、当時のやっぱアートの世界特に一般の人がどういう作品をこう鑑賞するかということに関してはすごくやっぱインパクトがあったわけですねただそれだけでは弱いというのはそのクローチェの美学をあまあ補強する形で、ね、サポートする形でこのリードの,あの芸術の意味というのは書かれているというところが事情としてはあると思うんですねであと今でもやっぱこれよく売れていると思うのはあの一つはです、ね、これ翻訳をしたのが竹口修造という人なんですね。 で竹内修造さんというのは日本で最初にシュルリアリスムを日本にまあ紹介した立役者なんです本人は詩人でもあって美術評論家でもあるんですけどもで、まあ、作家でもありますで例えばシュルリアリスムのいろんな手法ですねあのを全部開拓した人であのこう紙を半分にあの絵の具で描いてパタッと折って広げると対象系のものはできたりするんですねこうデカルコマニーっていうんですけどそういうものを作ったりとかあるいは凸凹したものの上に薄い紙を置いて鉛筆でこうやってなぞったりするとその凸凹具合が映りますね。 フロッタージュって言うんですけどそういうものの知るやいスミの技法とかなんかをもういち早く日本にあの持ってきてねあるいはシるやいスみの以降の、まあ、作家であるアンドレ・ブルトンであるとかあるいは、えー、デュシャンであるとかねそういったあの新しい作家たちをどん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 紹介したタイプの人だったんですね。えー、でまあ,あの実は これも表出してもなかなか分かりにくいんですけどこれ「滝口修造コレクション」って13巻本の全集があってこうやってお見せすると何も書いてないんですけれども、えー、のがあるんです図書館にはねでこの中にやっぱりあの日本で最初のシューリアリスムを紹介した人としてのいろいろなエッセイが書いてありますし、まあ、リードとは直接関わってないみたいなんですけど僕にとって面白かったのはこんなシューリアリスムの最先端の詩人が非常にオーソドックスなリードのね 本を翻訳して,るっているところがちょいと面白かったんですそれは多分今申し上げたようにシュールリアリスムっていうポイントにおいてはリードにとっては最新のもんですよね。で竹口修造さんにとってはそこからスタートしたもんですよね。だからそこにやっぱ共通の何だ地平というのかないうのがあって多分あのできたんじゃないかっていうことで、まあ、あの役者の後書きっていうのだけ読んでもこのリードのこの本,の本質をですねさすがに一発で見抜いてるところがあってですねさすが竹口修造って感じで下手するとこれは作者よりも翻訳者の方が上じゃないかっていうね。 感じがするぐらいのあの一冊になっていると思います。で、まあリードの方は今申し上げたように九十冊ぐらいはあの出版されてるんですけど、日本で翻訳が出てるのはほんの数冊なんですね。まあこれと。 えこれそれからあとあの彫刻の歴史とか修理合についての本っていう単調が晩年に書いたものがいくつか翻訳が出て、まあ、今あまり店頭に並ぶことはないんですけどもまあ読むことは可能です図書館によあとこれと日本「世界彫刻史」っていう彫刻の歴史の本いい本なんですけどもあの彫刻っていうのはあまり要するに時代の変化をあのなんていうか受けて。 ちちょこちょここ変わったりしないと特に具象彫刻はね人間の体が変わらない限り変わりませんからね、えー、だからそういうことを具体的に書いてあったりしますしもともとこの方はあの美術評論だけをやってたわけじゃなくて、まあ、エジンバラ大学の先生をやってたりロンドンにあるヴィクトリア・アルバート・ギャラリーという非常に巨大なギャラリーがあるんですがそこの、えーっとね、陶器陶器とそれこそステンドグラスの担当だったんですね。 で、本人はそんな地味なところ、本当は行きたくなかったんですやっぱ新しいアートのとこ行きたかったんだけど。でも、陶器とステンドグラスのところ行ったおかげで、逆にあのアートの本質的な問題がよく分かってきたしで、陶器やステンドグラスで時代が変わってもそう。変わらないわけですよね。これね。だから、そうすると逆にそのアートの中で変わらないものと変わってっちゃうものと変わったけど、すぐ廃れていくものとかいうのが逆にそこにいて分かったっていうのがあって。まあ陶器についての本も単調で書いてるんですけども。あのなんかすごくいい本で。あの日本のやっぱり陶器が最高だって書いてますね。これね。 いいうのも書いてあるんです日本には来たことないと思うんですけど日本についての言及はあのかなりやってて、まあ、ちゃんと調べてないから分かりませんけど北斎の「の富岳十六景」なんていうのをちゃんと美術評論的に紹介したのリードが最初じゃないですかだって戦前ですからねだから多分ビジュアルとかも手に入れるのは大変だったと思うんですよ本物はないだろうから。 だからそういうことも含めて、まあ、日本美意きの美術評論家だったと思いますし、まあ、今読んでも、えー、シュルレアリストの竹内修造という人の翻訳を通して読むと、まあ、アートの歴史の一端がわかるということですねでここに出てくる作家も、まあ、皆さんご存知の方ばっかりで特になんかあのレアな作家とか出てこないっていうところがあるので、まあ、読みやすい本だと思いますので紹介させていただきましたということで第215冊目これで終わります、はい、ありがとうございます。